2曲目はですね、結構みんな知ってるかなって思うんですけど、途中で線っていうところがあるんで、よかったら皆さん一緒にここかなって思うタイミングで線って言ってもらえたら嬉しいです。それでは聴いてください、甲賀林峰町。告知、今週のイベントですね、11日とか12日とかいろいろイベントあるんですけど、詳しくはツイッターをね見ていただきたいんですよ。そう、あるんだよね、省略。ちょっとね、告知したいことがありすぎてさ、ツイッター見てほしいな。私藤崎って言います、よろしくね。はい、そんな11日遠足とかあったりしてね、結構面白そうなイベントなんですけど、面白いんですよ。でもちょっとここの説明省きますね。はい、私のツイッターアカウント、8月に入ってね、ちょっと運営様変わりまして、今までのツイッターアカウントじゃなくて、
藤崎春菜って検索したら出るんですけど、藤の花が咲くって書いて藤崎春菜なんですけど、あのアットマーク OSD の方なんです。まあ誰からならないじゃんこの野郎。いいよ。いいよ。ねえ、ぼかしさせてよ。ねえ、ちょっと私ちょっとクールで売ってるんだからさ。嘘だけど、嘘なんだけど、そう、白と黒かっこいいでしょ。はい。まあそう、あのアットマーク OWW じゃなくて OSD の方で藤の花が咲く藤崎春菜で検索していただけたら嬉しいです。まだツイート10個ぐらいしかしてないんですけどね、あの見てくれたら、あのこれからちょいちょいしていくんで、もっとしていくぜ。任せて。はい。で、まあね、違う、もう一個ね、告知したいことがあったからイベント省略したんよ。あのね、あのね、明日ラジオに出るんですよ、実は。FM サインさんのね。で、なんか、夕方の6時15分ぐらいからね、あのさっきの曲流してもらうんですよ。ねえ、オーダーが、うれしい。バカ野郎バカ野郎、人様の曲流してどうするんや。私、そうだよね、さっきの曲だよね。そうだよ。いや、私の言い方が悪かった。最初の曲、ニューワールド、君と僕が作る世界のね、ありがとう。突っ込んでくれてありがとうね。はい、そんな感じの曲を流させていただきます。はい、でね、その曲をね、CD に、今 CD 作ってる途中なんですけど、それが1曲目のさ、その一番最初の曲なんですね。で、今そのクラウドファンディングっていうものをしてまして、で、そのクラウドファンディング何かっていうと、あのこの CD 作るためにこんぐらいの資金が必要で、よかったらあの協力願えませんかっていうやつなんですよ。そのただ金せべるやつじゃなくて、あのちゃんとね、まあ、3000円から5万の、違う、こういうよこせやじゃなくてね、違うんよ。そしたらね、あの皆さん何のメリットもないから、3000円から5万円のコースがあるんですけど、どれにしても CD は絶対ついてくるんですよ。で、あとまあそのコースによって、まあ写真がついてきたりとか、ポスターついてきたりとか、そのオフ会っていうみ、なんだろう、なんかそのファンミーティングのなんかその招待券とか、いろいろあのコースによってつくんですよ。だから、よかったら見てもらえたら嬉しいなみたいな。その投資しないまでも、あのハートのボタン赤く染め上げてくれたりね、矢印緑にしてくれたらね、嬉しいなみたいな、リツイートなボタン押して拡散でもしてくれたらね、めっちゃ嬉しそう。 こんなやつをあの押してくれたら嬉しいなみたいな感じです。はい、告知は以上です。というわけで、次の曲で最後の曲になります。ありがとうございます。最後の曲はですね、皆さん盛り上がっていける曲だと思います。聴いてください、 GOT KNOWS。